彼らを見ればわかることは、ワウワウの連続ドラマ W で2020年1月11日から2月29日まで放送されたテレビドラマ、全8話。同じマンションに住む3人の女性とその家族が抱える、事情や工作する欲望を通じて、現代社会の家族像をリアルに描き、新たな結婚観、夫婦観、家族観を問いかける。作家のさあきまによる、 オリジナル脚本。主演は中山美穂で木村太と大島優子が共演する。都会の一等地、二子玉川にあるマンションの最上階に住むうちだ。桃子は観音者を得意とするレディースコミック漫画家であり、再婚相手のカと及び大学生の息子との三人暮らしをしている。桃子の家族の住む部屋の隣に住む親友の富澤美希とは互いに、 近況報告をし合うほどの仲の良さで、時折、ダイニングバーに一緒に行っては、ストレス解消を兼ねて語り合っている。そんなある日のこと、桃子と美希が住むマンションに、鴨井陽介と、妻、ルミの新婚夫婦が引っ越してきたのだが、その男性というのが二十数年前に桃子と別れた、元夫であり、ルミという女性を妻として目取っていたのだ。離婚した元夫婦が互いに再婚して、 同じマンションに住むという展開から、やがて、桃子とみきの過去が、徐々に炙り出されていく。ありがとうございます。